1番の坂本を抑えていきます。並びかけて5番の浦野義樹が前段へと変わりました。ここへ4番の宇佐美、2番の村上、外を通りまして今度は5番浦野を叩きまして4番宇佐美が先頭へと変わります。5番手に引いた1番の坂本和也、残り1周半を迎えます。4番の宇佐美が今日は前受けです。3番手に5番の浦野義樹中段、そして5番手1番の坂本和也、隊列は縦長、縦1列で最終周回へと向かいます。4番の宇佐美雄介がまだ前を守る競争、1番の坂本の動きを警戒しながら残り1周切りました。4番の宇佐美ラストスパートに入る。中段変わらず5番の浦野、7番の大坪の神奈川勢、そして5番手から1番の坂本和也が踏んできます。3番の高橋が追走して6番の伊藤綾離れ加減、最終バックを通過した。4番の宇佐美が先頭、マーク陣牽制及ばず。1番の坂本と3番の高橋が攻めか上がってくる。直線に向いて1番の坂本が先頭、番手は3番の高橋俊が追いすがる。3番手に5番の浦野義樹、坂本和也ゴールイン。2着3番高橋俊で